ごめんな。そんなことないわ。私が早く来ちゃっただけだから。なんだか少し元気ないみたいだけど、よく眠れなかったのか？うん、心配しないで。私なら大丈夫。まずは、あそこの屋台に行ってみましょう。おう、って、おい、何ぼーっとしてんだよ。早く行こうぜ。お？あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。よく知ってるね。これを知ってる人はもうだいぶ少なくなってきてると思ったのに。肉はないのか。うん、ちょっと残念。で、そのハフトスインって何なんだ？家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つ七つの美徳を象徴しているの。日本人からして月のようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。月が象徴するのは、なんだったか。ちょっと待っててくれ。こいつこっそり本で調べてるな。あ、そうそう、これは虚言と嘘を意味しているんだ。ただ自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう、参考になったわ。ああ、いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。次はどこに行くか。さあ兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらったら、クラクサナリデビ様に忠誠を誓って退散。はい、ファーリス騎士。なんだなんだ、今のって何かの芝居か？花の騎士ファーリスは家臣探査のシンボルでね、子供たちに大人気なの。ドニアザードさんの支援がなかったら、子供たちが花の騎士の私に会う機会もなかったでしょうね。そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです？箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。選んで？これ全部同じものじゃないのか？そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っています。スミレウリ味、夕暮れの実味、ハンラの実味。お、確かに面白そうだぞ。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味。おい、なんだよその味。ここはお前が代わりに選んでくれ。オイラが欲しいのは夕暮れの実味だからな。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってありますが、どれにします？おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。ひひ、やっぱりお前って運がいいよな。
え？そんなことあるわけないだろ？ランダムなんだから。旅人？もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか？それか逆に眠りすぎてたり。ええ、私のことなら気にしないで。おい、どこ行くんだよ。お前さっき騎士官って言ってたよな。その言葉オイラも知ってるぜ。目の前で起きていることがどこかで体験したもののように感じるってやつだろ。そういえばオイラも今日ちょっとだけそんな感じがしてたんだ。でも結局それって錯覚なんだよな。それよりどうして急にここに来たんだ？なるほど、つまり普段やらないことをやってどこかで体験した感覚があるかどうか確認するってわけか。よお、お二人さん、飯を食いに来たのか？何にする？あいよ、お客さん、見た感じ外国の人なのにいいセンスしてるな。すぐに用意するから待ってろ。デーツなんて、あの黒くてまずそうなやつだよな。な、おいらお前の狙いが分かった気がするぞ。普段ならこんな料理を注文するわけないもんな。これ本当に食べるつもりなのか？いくらなんでもこれはちょっと。味はどうだ？その顔、やっぱりまずいのか？ということは、まさか。普通だったらありえないことだよな。オイラたち、この料理をあんなに毛嫌いしてたのに。どうやら今回は、味覚から来る騎士官ってことか。オイラも、なんだかこの酒場には何度も来てる気がするぞ。常連ってわけでもないのに。どうする？一度外に出るか？のところにいるのってドニアザードだよな。奇遇だな、ドニアザード。こんなところで一人で休んでるなんてどうしたんだ？そのさっき悪い人たちに絡まれてしまって、リシアが助けてくれたの。それから少し体調が優れなくて座って休んでいたのよ。悪い人？おいおい、怪我とかしてないよな。私は大丈夫だけど、リシアが腕に少しかすり傷を。でも大したことないから安心して。ふう、ならよかった。でもなんだか今日のドニアザードテンションが低いよな。あんなに過信探査を楽しみにしてたのにどうしたんだよ。そんなことないわ。私はずっとこんな感じよ。過度な運動や感情の高ぶりは症状を悪化させてしまうの。それにたとえ今日がどんなに特別でも、結局はただの一日に過ぎない。あと数日もすれば私の時間は終わりを迎えるんだから。何言ってんだよ、ドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今
とても落ち込んでるってことだけはわかるぞ。本当に大丈夫よ、気にしていないから。どうかしたの？そのドニアザードは既視感を覚えたことってないか？今起きていることがすでにどこかで体験したような気がする感覚なんだけど。既視感？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから既視感があってももう慣れてしまっているのかも。そっか、もしかしてオイラと旅人だけなのか？そろそろ時間ね。ん？何の時間だ？ニーローの家臣の舞がもうすぐ始まるの。行きましょう。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか？今お前がすべきことは一刻も早くこの馬鹿げた部隊を撤去することだ。帰ったら次のジュニア・ナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アカーシャを通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。家臣誕祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。気にしないで、こうなったらもうしょうがないわ。でもせっかく楽しみにしてくれてたから後悔してほしくないんだ。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたくないの。それに大賢者は関係者を処罰するって言ってたでしょ。そうだけど。じゃあ次の家臣誕祭は絶対に成功させてみせるよ。次、私にはもうその機会はないかも。え、今何か言った？何でもないわ。私今日はもう休むわね。みんなお疲れ様。あの賢者たち風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのやつもう帰っちゃったのかな。じゃあオイラたちも戻って休もうぜ。結局騎士官についてはまだ心当たりないのか？もしかしてただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ感じがするんだ。だからもう昼あたりから考えるのはやめてたぜ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことはまた明日考えよう。知能出力がわずかに低下だが正常範囲内にある。原因を早急に解明するため引き続き数値を観測せよ。なんだか疲れが取れないな。結構寝たはずなのに。まあいいか、とりあえずドニアザードと合流しようぜ。